でも生きてたら潜ってたね。なんかちっちゃいメスだね。なんかちっちゃいんだよね結局。前もそうだったもんね。僕が育てたカブトムシです。サナギになりました。6月25日カブの日、楽しみにしてください。バイバイ。